スパイスというブランドのお香りと、そのパッケージ脱法ハーブとは、合法ハーブとも呼ばれ、脱法ドラッグの一種で、合成カンナビノイドを含有する、化合品である。有名な製品は、スパイスで、英語圏では単に、合成大麻、偽大麻、K2 とも呼ばれる。合成カンナビノイドは、大麻の薬理成分であるテトラヒドロカンナビノールの効果を模倣し、 カンナビノイド受容体に対するアゴニストとして作用する。欧州では2004年頃から流通し始め、日本では2010年以降流通が多くなったとされる。こうした薬物全般は規制されるたびに、規制を逃れるため異なった化学構造の薬物が登場する、いたちごっこと呼ばれる状態が続いている。タイマよりも過剰摂取しやすい可能性があり、 過剰摂取した場合多くは8時間までの一過性の状態を示し、多くは品脈、興奮、嘔吐、錯乱などを示す。一部はより重篤となる。2004年にはドイツ、イギリス、スイスでスパイスという製品が流通し、合法の大麻とされ以来ヨーロッパで流通した。2008年末までに ハーブ製品に配合されていた合成管ナビノイドの CP-47497JWH-018 が法的管理下に置かれるとこういった化合物のファミリーである似たような化合物が配合された製品が流通した最初ヨーロッパで発見されたスパイスは生産者が迅速に法律の変化に対応し先進国における問題とされている ドイツで初めてスパイス製品が違法化される以前は好奇心で試す人が多かったが以降は大麻の代用品とする層が増え軍人や患者以前に薬物による運転事故によって受刑した人といった薬物検査が定期的に行われる人に需要がある使用がドーピングテストでは検出できないのでカナダではアスリートと軍人に需要があるという 日本において、脱法ドラッグから、合成カンナビノイドが検出されたのは2009年の調査からである。日本では2010年から流通が多くなった。2000年代中高期の第1世代第3世代と、呼ばれる時期に販売されていたものは、大麻や LSD 等のナチュラルドラッグと非常によく、似た効果があり、マリファナの大王品や薬物中毒者が、 自らの構成のために使用したりと、インターネットを中心としたアンダーグラウンドで徐々に広がりを見せていった。一般に広まっていくにつれて、行政と業者のいたちごっこが続いたが、近年の事件事故の多発により大手販売店や大手メーカーが次々と閉鎖して、現在に至る。日本でハーブを店頭やインターネットで販売している業者の数は、 2012年3月末で389と厚生労働省がまとめている。神奈川県、愛知県、宮城県、岐阜県では自動販売機も確認されている。愛知県では地元警察が自販機を押収したケースがあるが、これはタバコの形状で陳列され医薬品にみなされ、薬事法の違反が原因である。テレビなどを見て、 興味を持ったとコメントした例もある。摂取を目的とすれば薬事法違反となるが、お香りやバスソルトという場合は、摘発が難しいため、販売の自粛も求められている。日本では、海外でバスソルトとして販売される脱法ハーブのように、脱法ハーブの用語はもはや、ハーブという枠を外れて、脱法ドラッグを指す用語として用いている場合もある。 2014年7月には、厚生労働省による、脱法ドラッグという用語に代わる用語を公募し、危険ドラッグという用語が選定された。それに伴って、危険ハーブの用語でも報道されている。合成カンナビノイドを含む植物片。脱法ハーブと称して、合成カンナビノイドを人工的に添加したハーブの破片が流通している。こうした合成カンナビノイドは、 大麻の薬理成分に模擬した新薬の開発の過程で報告されたものである。大麻に関しては1961年に制定された国際条約である麻薬に関する単一条約にの第28条において規制されており、大麻は体及び精神や社会に対して危険であり、医療への使用に正当性がないという合意が規制の理由となっている。 現在9種類のテトラヒドロカンナビノールが麻薬及び、抗生新薬取締法によって、規制対象である。そのうち大麻に天然に含有される、デルタ 9THC 及び、デルタ 8THC は、大麻取締法で規制され、天然の植物に含有されたものではない化学、合成されたものは麻薬及び、抗生新薬取締法で規制されている。一方で、 諸外国での医療大麻の研究と法律上の認可が続いている。ガンの化学療法の副作用の治療に対して THC と全く同じ化学構造のドロナビノールが欧米では医薬品として発売されている。合成カンナビノイドの合成が盛んである背景は新薬が理由である。脱法ハーブだけに及ばずこの種の法をすり抜けて売られている。 脱法ドラッグの、おおよそは、後に、医薬品になったか、ならなかったかに限らず、その正当な製薬開発の過程で生まれたもので、これに目をつけた製造者が合成するため流通している。THC の医療効果としては他に、鎮痛作用、抗炎症作用、抗不安作用、抗系錬作用、エイズ患者に対する食欲増進作用、 多発性硬化症に対する筋緊縮、緑内症患者への眼圧低下作用、薬物依存症の治療が知られ、合成カンナビノイドも THC に対する治療効果の比較がなされている。JWH-133 はマウスでコカインの投与量を減らしている。窃盗時が CP のものはファイザー製薬、フーのものは ヘブライ大学が合成したものである。窃盗時が JWH のものはクレムゾン大学のジョン W ハフマンが開発したものでアメリカ国立薬物乱用研究所の資金提供によってカンナビノイド受容体に作用する薬を発見しようと死463種類合成されている。AM であるものはマクレオニス・アレクサンドロスが合成したものである。日本においては 脱法ハーブ、脱法ドラッグは、医薬品に承認されているわけでもなく、食品や食品添加物に承認されているわけでもない。したがって、無承認無許可の医薬品として対策されている。乱用を意図して販売されていれば、薬事法が適用され、無承認無許可医薬品として、取り締まりがなされる。しかし、脱法ハーブの販売者は、 人体適用を標榜していないため、医薬品としての相当性を立証することが困難である。また、依存性などの有害性が立証されてよらず、麻薬及び、厚生新薬取締法の規制対象にもならない。2007年4月1日施行の改正薬事法で、治療や研究目的以外での指定薬物の製造、販売、輸入は、 罰則付きで禁ずるという指定薬物制度が脱法ドラッグの流通を防ぐ意図で施行された。指定薬物制度は流通に規制を加えているが、所持や使用には規制がない。厚生労働省は2001年より脱法ハーブだけでなく脱法ドラッグの疑いがある製品をその他の無承認無許可医薬品とともに買い上げ調査を行い、医薬品成分や 指定薬物が検出された製品を公表している。日本で合成カンナビノイドの検出が報告されたのは2009年であり、順次指定薬物に指定されている。2009年7月16日には、乾燥植物からカンナビシクロヘキサノール、JWH-018 を検出。2011年5月30日には、サルビノリニエー。 JWH-018、JWH-073、JWH-250、JWH-015、JWH-081、JWH-122、JWH-200 を検出している。合成カンナビノイドに分類されていないサルビノリニエは2007年4月1日に指定薬物に指定されている。 JWH-018 とカンナビシクロヘキサノールは2012年7月1日より麻薬に指定されている。薬事法による指定薬物とは別に一部の都道府県では薬物乱用防止条例による知事指定薬物がある。乱用の恐れのある薬物に対して知事指定薬物に指定し学術研究。 試験調査などの正当な目的で行う場合を除き、製造、栽培、販売、授与、広告、使用、使用目的の所持、多数の人が集まって、知事指定薬物を使用することを知っての場所の提供や、圧戦を禁止し、刑事罰を規定している。警察は販売している業者に対し、取り締まりを強化している。指定薬物へ指定された物質が指定後も、 買取調査で検出されている。2013年2月20日、厚生労働省は合成ンナビノイド類を指定薬物として包括指定する省令を交付し3月22日から施行された。アメリカでは1986年に制定された連邦類似大法が化学構造に若干の変更を加えた物質に規制をかけている。しかし、 類似物質を含めた包括規制を行っても、化学式に改変を加えた合法な新物質を使った脱法ハーブが販売されるようになり、包括規制によっても規制できない事実が明るみに出てきている。世界中で大麻の医療用と研究に合成管ナビノイドを使った実験がなされているため、むやみな包括規制は将来の医薬品の研究開発に支障が出る。 可能性があることも指摘されている。それに加えて、薬理学者がこうした化合物に対して医学的な再評価をし始めている。毒性に関するデータは不明で、大麻よりも中毒性が高い可能性や、深刻な毒性がある可能性がある。合成カンナビノイドは THC よりもカンナビノイド受容体に結合しやすいために、 大麻よりも過剰摂取しやすい可能性がある。わかりやすい部分では製剤化されたもののように成分は一定せず厳密なルールによる臨床知見を通していない。2013年に出版された精神障害の診断と統計マニュアルの第5版においてはスパイス K2 JWH-018 による機能障害などは大麻関連障害に分類されている。 JWH-018 では報告されなかったが、病院への搬送後の報告では、JWH-122 では意識喪失や筋肉痙攣が報告されており、分子構造のわずかな変化が、このような毒性の増加に結びつくのではないかと、されている。2010年の1から10月の間のアメリカでの合成カンナビノイドによる中毒情報の表を示す。 日本で2011年から2012年に救急搬送された20例では、興奮、幻覚、妄想、不安といった症状を停止、意識障害の評価尺度である、ジャパンコーマースケールにおいても多くは一桁の点数であり、多くは8時間以内で解消し24時間以上は続かなかった。 東京都内でのハーブの吸引が原因とみられる救急搬送は2012年1から5月で91人と2011年の20倍のペースとされている2012年には説明を怠り購買者に急性薬物中毒を起こしたとして業務上過失障害の適用を初めて受けて発された同じようにして障害容疑がある脱法ハーブをして 交通事故を起こした場合、その故意性が証明されれば、自動車運転過失致死傷罪や、業務上過失致死傷罪よりも罰則が重い、危険運転致死傷罪が適用される判決が相次いでいる。タバコの形に巻いたハーブの販売は、摂取が目的であるように見えるため医薬品に当たり、薬事法違反になっている。指定薬物になったものを、 販売目的で店内に陳列していたため、薬事法の広告の制限に違反したもの。同じく販売目的で店内に置いていた例がある。食品に分類され薬効のあるハーブには、THC に化学構造が類似しているものとして、苦おもぎに含まれる食品添加物であるツジョンがある。2012年6月に大阪府では脱法ハーブの事件を受け、 脱法ハーブを巻くことにも使われる手巻きタバコ用の巻紙販売を自粛した。ありがとうございます。